おはようございます。西田渡です。10月17日木曜日いかがお過ごしでしょうか。前日収録しておりますというところで、どうしようこれ、じゃーん、いや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 、写真集ニュー東京がちょっと近々完成した模様の、これ町口ひかりさんがわざわざこのスタンプを作っていただき、赤のスタンプでポンと押していただいたっていう、これアーティストプルーフ AP ですね。あのよく写真プリント販売するときにアーティストプルーフっていうことで AP で1分の1とか書くんですけど、写真集も AP なんですね、アーティストプルーフなんですね。どうですか皆様、これちょっと写真集ニュー東京、キラキラしてるの分かりますかね。キラキラしてるの、ここが市松模様の、市松模様のこのキラキラしていって、ここもね本当に大戦と呼ばれる写真のっていう、このシンプルな、だけど中を開くとこう吐く、こうこう吐くっていうね、そしてここはキラキラするっていう市松ね、市松ってやっぱ日本の伝統的なね柄だったりということで、いやこういった形で鉛筆でサインさせていただいておりますので、ここ分かります、キラッとする感じ、サイン入れもしてまいりました。これは僕のアーティストプルーフでございます。なんとね、本当町内ひかりさんが本当妻にもプレゼントしたいなと思ったんですよ、一冊で。なんかこう思いのこもったその一冊をプレゼントできないですかね、ひかりさんっていうご相談をしていて、でした時にこうちょっと思いついていただいて、その000って001002003っていう形で全てにエディションが入っていくんですけども、ロットで、それを000っていうのを000っていうのを作っていただいて、それをなんと妻に、手渡すことができたということで、ね、本当ひかりさん本当にお気遣いありがとうございます。妻もめちゃくちゃ喜んでて、本当に素晴らしい写真集で、ぜひ皆さんパリ一緒に行って購入しましょう、購入してくださいっていうお願いでございました。結構ね、でも西田塾生の方だけでも、さっきこの収録の前にライブ配信やってて、塾生のもうすでに西田塾生だけでも7名の方がパリにお越しいただけるっていう、すごいですよね。あとドリキンさんのこの5冊写真集、まだ未だに販売してるんですが、5冊の、写真展作品も販売しております。でお会いした方々も何人ぐらいかな、パリ行きますっていう形で、おそらく総勢という多分20名ぐらいの方は、僕とかドリキンさんのチャンネルご覧になってる方で、パリフォトパリお越しになる感じなんですよね。ちょっと驚きでございます。でそこに付随しまして、まあ僕も11月5日からパリに旅立つわけですけれども、もういよいよつい先日までね、鹿児島にちょっと出張に行ってて、なんかやっぱりこの間の富山出張でもあれとは思っていたんですが、ちょっとこの二股のケーブルがね、先日この、サブチャンネルで出した二股のケーブルがやっぱりいまいちだと、片方を挿したら片方電源止まってる時あるぞっていう、そのまま充電が止まっちゃうっていう、これはちょっといかんなと。何が一番いかんかっていうと、これですよ。アップルウォッチの充電も今ケーブルの二股でやってたんですが、このアップルウォッチの充電中に他のものを、例えばこのライカを充電するぞって言って充電し始めたりすると、片方のアップルウォッチの方が充電されずにされなくなったりとかっていう、なんか結構な罠があることが発覚し、結局のところ1コネクタにつき1本のケーブルっていう、まあ当たり前のことをするのが重要だなと。で結局のところ、まあだいたい USB-C の1本あれば、まあ今だとデジカメでしょ、まあライカでしょ、 M 型でしょ、でも今や、まあ、いざとなったらその iPhone も USB-C でいけるっていう、やっぱ Apple Watch だけがやっぱネガティブな要素なんですよね。ってことで遅れましたが、また出張の新兵器、こちらアンカーマグ号ワイヤレスチャージングステーション 3E1 4W パッドを購入しました
もうこのね、最近アンカー地獄ちょっとどげんかせんといかん状態なんですけど、買っちゃいますね、ついついね。このアンカーのこの こういう感じで開くのかな、よしよしよし。ここの辺の開け方はまだちょっとアップルには追いつけない感じですね。このあ開ける体験っていう、ここのシールの部分がちょっと甘かったりとか、破ったとしても。で、アイテムはこんな感じでございます。こう、これは何だろう、ペリッと剥がす、あ、ここでアンカーって出てくるんですが、これ確かね、ドリキンさんも確か買ってたはずなんですよ、これ出張用に。で、持ってきて調子いいっていう風に確かおっしゃってた気がするんですよね。で、これ C2 の充電なんですよ。だからこう、多分マグネットかな、ペタンペタンで、今僕ここのデスク周りで使っているのがこれなんですよね。これアンカーのなんとかなんとかとか、の名前わかんないですが、まあこのぐらいになるんですよ。重さはもう全然こっちの方が重い、軽いし、ちょっと測ってみようかな。確か、なんか 150g ぐらいだったかな。これが、今回買ったこのアンカーの3、108g。いいですね。で、C2 でしょ。で、これは、確か 200g ぐらいだったかな。192、193。約 200g ですね。こっちが 100g っていう。なので、まあこれは卓上でこういう風になるので、まあ、とはいえね、まあまあこんな感じでね、まあ折りたたんだら結構小さくなんですが、まあ軽いに越したことはないでしょうということで。ただこれちょっとネガティブポイントが、携帯結構マグネット強いんですよ。これマグネット強いんで、こうやって取るときとかにこうやっぱ動くんですよ、台座が。ここが軽いから、そういったときにこれ乗せとくと、なんかこれが微妙にこうずれて、結局なんかこう、ここがピカピカして、なんかちゃんと充電できてないですよ、ピカピカピカってなることがすごい多くて、若干ストレスではあるんですよね。だからこれはどうなんだ、これは逆に平置きになるから、平置きで、まあこうだよね、まあこうして、これが C2 で、ん、ああくっついた。で、こんな感じか。だから、よいしょ。もうほんと、こんな感じで置かれちゃうから、まあ、ずれることもそれぞれないっていう感じで。ただ、場所は取りますよね、ちょっとね。だけど、うん、どうなんだろう。だから、携帯は意外と、うん。だから、こういう運用してもいいかもしれない。もうほんと、アプローチだけ。どうなんでしょうね。まあ、でも、一箇所に置いときゃいいから、まあ、楽は楽か。うん、AirPods Pro って、まあ、僕もあんま日常で使わないんですよね。ただまあそうっすね、まあ置いとくなら置いといていいしって感じで、ちょっと買ってみました。これどうなんだろう。まあアンカーの製品人気なんでね、ちょっと自分にはまらなければまた売ったら売ったで多分売れると思うんで、あんまりこう気にしてないは気にしてないんですけど、本当今の時代ってこう、いいものを買っておけば、ちょっと自分が使わなくなったら、いざとなったらね、他に欲しい人が購入してくれたりするので、なんかあんまり、なんていうのかな、よく散財とかつって言うけど、実際にこの商品価値が高いものを買っておけば、また売った時に、まあ、半分ぐらい返ってきたりしますよね。これが1万ぐらいだったかな。でも多分売ったら5000ぐらいになるんじゃないですかね。なのであんまり、恐れることはないかなっていう、なんか自分になんか謎の散財言い聞かせをしてる部分が、これはいけないパターンの発言をしてるとは思うんですけれども、っていう感じでちょっと買ってみました。なので僕としては、あとはモバイルバッテリーとかとうまく組み合わせてみたりとか、だからこういう感じと、あとは 140W のね、この今ちょっと鹿児島から宅急便で送っちゃってるので、荷物まだ届いてないんで戻ってきてないんですが、こう平べったい 140W ぐらいの給電が可能な AC もついてるアンカーのタップがあるんですけど、それをまあ持っていくかどうかっていうところぐらいですかね。まあ入れててもいいのかな。ちょっとどのぐらいまで充電周りを簡略化するかっていうのも結構僕の中ではまあ、テーマみたいなところあるんですけど、あとはちょっとあれか、これどういうの品がついてるかのご紹介も、なんか何ワットでしょうね、これとかもね、これとか30ワットかな、どうなんだろう。折りたたんで持ち運びが可能で、
G2 で最大 15W、 まあ、うん、まあまあ早いって感じかな。これ今ダイレクトに挿せば多分 22.5W 前だっけな。そっちの方が早いは早いんですよね確か。あとワイヤレスは何 W だろうな、 30W ぐらいですかね多分これ。うん、確かこっちがこれが 30W だった気がするんで、ぐらいは必要なのかな。あとはケーブルが一応入ってる感じですかね。ちょっとこんな感じで USB-CC が入ってますね。ちょっと僕はちょっとドリキンさんと違ってケーブルソムリエではなのでよくわかんないですいいのか悪いのかが、審美眼がありませんね。何ワットなんだろう。まあでもこの充電器多分使わないんですよね。もうそもそもがなんか別の充電器持っていっちゃうから、まあ、大体こういうのっていつも寝かしちゃうというか、もう剥がずにこのまま入れておくっていう。だから何度も言う通り、売る時も結局結構新品に近い状態で何回か使ったとしてもね、いらないと思ってもこういう感じで売れるのではないでしょうか。ただこれはちょっと出張専用、やっぱみんな使ってるものを使っとくっていうのは結構大事なことかなとも思うので、結局最近はなんか気づいたらアンカーまみれになっちゃいますね。結構一人勝ちじゃないですかアンカーって。あの、まあ、昔だと、ユーグリーンとかもね好きな人いますけど、あとはこれぐらいか、ちょっとすいません、これ CIO とかね、 CIO のこれ1万、これ2万だったっけな、ミリアンペアワーの、これは結構愛用してますね。これはパワーあるし容量がかなりあるんで、これはなんていうのかな、あんまり買い、あの旅行には持っていかないんですけど、出張には、出張大体これですね、この 30W 出て1万ミリアンペアワーっていう、これがベストバランスかな。あとはドリキンさんにもらったこのケーブルとこれ、ただこれはね、ここの端子が意外とちょっと干渉することもあったりとかっていうのがあって、結局一番結構僕信頼してるのはこのケーブル1本持っていっとく感じですかね。プログレードの、あのについてきた、これについてきた USB4.0 のカードリーダーについてきているカードの、あのケーブルなんですけど、60センチぐらいかな、90はない、60センチぐらいで、もう完璧、40GBps と 240W 出るっていう、まあ、これもそうなんですよ、 40GBps と 240W っていう。でしかもここに、あの日本で売ってないんですよね、しかもこれここにちゃんとなんていうかワット数とかボルトとか出るので、今ちゃんと充電されてるよっていうのは視認情報として得られるのは非常に有益でいいんですよね。なのでこれもやっぱ持ち歩きます。だからこの2本があればちょっとごついんですけど、まあいいかなと。あとはもうほんと CIO のあの絡みにくいケーブルに戻そうかなって感じです。なので今まではその二股ケーブルをね、アンカーのケーブルとかをあの使っていたんですけど、結局のところなんか不安定なことが分かり、だから、CIO とかの絡まないケーブルで 100W までの充電のやつかな。で、この 200W 40GB、これがあればデータ転送も充電も完璧なので、この2本でね、やるとして、あとは、ちょっとした充電物はあと1本ぐらい、多分90センチの 100W の CIO ケーブルがあればいけそうな気がします。ここ自身もね、これもスタンダードーンで充電可能なんで、あとはこれでいけるのかなっていう感じですね。あとはこの M11 系のね USB-C の充電がなんかこう ただ挿してすぐに充電始まらない不安定な感じなんですよ。それが若干今困ってるなっていうところあるんですが、まあ、いずれにせよこれアップルウォッチと、まあ、このこれさえ持ってれば、もう全部いけると。これもいけると。なので、そういった意味で、楽させてもらえそうな感じなので、これを導入してみましたっていうお話でございます。というところで、今日もお疲れ様でした。西田たるしさん、どうも。